天覧山駅は、かつて、埼玉県飯能市本町に存在した、西武鉄道池袋線の駅。東飯能高来館にあった。当駅は、一面一線の、いわゆる、防線駅で、飯能市の市街地外れにある天覧山への、観光駅として開業した。ホームは、線路の南に位置し、長さ約19メートル、幅約5メートル、高さ1メートルという、 小さなものであった。上屋などの設備については、不明な点が多いが、ホームの東反応型、駅前よりの隅に井戸があり、その横に階段が設置されていた。駅舎については不明であるが、ホームの規模からして、さして大きなものではなかったと推定されている。出入り口は、駅前広場の位置から、駅の東反応よりにあり、南向きであったと考えられている。 観光駅らしく、駅前広場には桜の木が植えられるとともに、交通の便利を図るために、天覧山の登山口まで弓なりに、道が作られ、桜の並木道として整備されていた。桜の季節には、花見が寺に当駅から天覧山へ出かける観光客の姿も見られたという。その後戦争末期に休止され、戦後復活の話も出たものの、 結局実現することはなく、そのまま1954年に廃駅となった。なお、廃駅の都市付き便については1946年10月10日とする説もある。当駅は廃駅から半世紀以上経ち、横を走っている池袋線本体も傘上げされるなど、周辺設備の変貌は著しいものがあるが、その中で傘上げ部分の築堤のもとに、 南側へ張り出した空き地として、跡地が丸々残されている。旧駅前広場への出入り口部分も、建物などが建つことなく、フェンスで囲われただけで、ぽっかりと口を開いている。さらにホームの残骸が草に渦漏れて残されており、草むらの中に大谷石の石積みが確認できるなど、西武鉄道の同時期の廃駅としては珍しく遺構が大量に残されている。駅前広場は、 もともとがそれほど広い広場でなかったため、道と同化してしまっている。駅跡の数十メートル手前が東向きにくぼんでいるのが、かつて広場だったことを主張しているに過ぎない。東側にはフェンス囲いの休憩所も設置され、ベンチも置かれているが、利用されず、草が繁茂している。また、天覧山に向かう通りもほぼ残っており、 駅前の道をたどれば今も天覧山の登山口までたどり着けるが、都市開発の関係で一部付け替えられてしまっている。さらに周囲は当駅の営業当時こそほとんど田園地帯であったが、現在では完全に住宅地と化している。このため、戦術したような広場や通りの変遷と相まって当時あった広場の桜や天覧山までの桜並木は完全に消え失せている。 ただし、広場には、地元の全員により入り口右手に、桜の小木が一本だけ残されており、それだけが唯一その姿を忍ぶ様子がとなっている。な東駅の西側に、国際工業バスの、天覧山入り口バス停が設置されているが、路線が、反能駅から、高来駅経由というルート設定であるためあたかも、大体のようになっている。ありがとうございます。